っかけ、うん、きっかけはね、あの柳井さんの息子さんがなんか連絡が来て、入り口がね、さすがなのよ、鍵屋だ、僕のタイの友人の女性なんですけれど、もうその本、僕はその本を書いたんですけどね、全部読み込んで、これで面白いですね、あの本は。あのジブリでね、いろんなことジブリとユニクロを組んで いろんなことやりませんかっていうね、正面切っての言い方じゃなかった。そうなんですか。貝原さんでなんかできると面白いですねって、これですよ、すっかり騙されちゃって。あの貝原でね、何かできるといいんですねとその柳井さんに言われたけれど、とは言ってもそんな簡単じゃないし難しいだろうなと思ってたら、本当に一生懸命頑張ってくれて、それで、まあ、気がついたら、トントン拍子に、っていうことになったんだよね。タイの思い出といえば、なんて言うんだろう、カンヤラのふるさと、パクトンチャイ。やっぱり、あそこに尽きるよね、うん。行ってみて、カルチャーショックを受けたよね。あのカルチャーショックは何でしょう。もう行ってね、なんか自分の体がね、なんか変わっていくんだよね。そのパクドンチャイっていうとこ行ってみたら、それはね、なんて言うんだろう、一種抽象的に言うなら時間が止まってる、ほんでそれになんか感動を覚えた、ほんでそれがきっかけとなってその後何回も足を運ぶことになる。まあ未だにね、こうやってコロナになっちゃったから行けれないんだけれど、未だに何回も行ってみたいですよね。ここのマンションってね、まあレンガ屋のあるマンションなんだけど、なんて言うんだろう、あのエレベーターが1機しかなくて、なんかいろんな、ね、同じ人に何回も会うみたいなことあるんだよね。そうするといろんな人とね親しくなってくるんだけれど、まあ彼女の場合はまあなんかちょっとね、いろんな人と比較しても何て言うんだろう、強烈なある印象を残す子で、ある時から写真をね自分が撮った送ってくれるようになったんだよね。でその写真がね、上手だったんですよ。そしたら彼女のね、写真の目線ってすごい面白いのはね、子供の目線なんですよね。だから俯瞰して物を見ない、なんか自分が寄ってって、ね、具体的に見るんだよね。それって子供がやる物の見方と非常に似てて、まあ子供とお父さんお母さんがね、一緒に着ればねえ、いわゆる、なんていうの？ペアルックなんだね。大人と子供の。この写真がね、まさに貝原だ。とにかくこれいわゆる猫バスなんだけれど、猫バス撮るのに、こんな近くで撮ってるんですよね。これはね、子供でなきゃ見ない。これは僕が、宮崎駿の真似をして描きました。色がつくとね、立体感出ていいんじゃないかなって。さつきのセリフかな、間違ってないよね、夢だけど夢じゃなかったっつって。これちょっとハイブローですね。これ映画見てないとわかんないよね。行ったことがある人、行ったことがない人にとってね、パクトンチャイっていうところの夢のね、旅みたいな感じなのよ。それやるといいですよ。だから冒頭はいきなりね、開くとね、そこは僕も見たんだけど、波が押し寄せてくるんだよね。これがいい写真なんですよ。改めてね、タイにいいとこあるよ、パクトンチャイっていう。多分それが見どころっていう気が僕はしてます。で、実はね、まあ僕らの一番最新作で、アーヤと魔女っていうね、映画があるんですけれど、これってね、実を言うと、アニメーターはアジアの人中心だったんですよ。これで中心になったのがマレーシアの人。それで彼がやるってことになったら、いろんな人が集まってきて、その中にインドネシアの人もいたし、ね、それからシンガポールの人もいた。まあこれからはそういう時代になるんでしょうね。もうぜひ皆さん一緒に見てください。